7.62メートル MFN マグキ関銃を搭載したラファエル・オーズ・ラファエル・オーバーヘッド・ウェポン・ステーションはイスラエル国防軍の兵器開発部門であったラファエルによって開発された RWS であるラファエル・オーバーヘッド・ウェポン・ステーションはラファエルによって開発された初期の RWS であるイスラエル国防軍に配備されたアジザリット装甲兵輸送車 フーマ戦闘後兵舎の標準装備として7.62メートル MFN マグ汎用機関銃搭載モデルが採用され、実戦配備された。ラファエル社では、現在、後継機種にあたるサムソン RCWS が開発、生産されているが、既存のラファエルオーズをすべて更新してはおらず、現在でも並行して運用が続けられている。12.7メートル MM20 機関銃。 7.6A2 メートル MFN マグ汎用機関銃を搭載可能な基本モデルのほか、より大型の 25mm 機関砲、搭載型であるオーズ -25、25mm 機関砲とスパイク対戦車ミサイルを合わせて装備したオーズ -25R のモデルが開発されており、後者は現在もラファエル社のカタログに記載されている現行製品である。 無理マイナス84不評戦闘車に搭載された、オーズマイナス 25R。ありがとうございます。